コーナーキックです。後半1本目セレッソ中央レオセアラの頭決めた。レオセアラ同点ゴール、頭で合わせました。1対1セットプレーからセレッソ大阪同点に追いつきました。76分、素晴らしかったですね。これちょっと当たられたからでジャンプほとんどしてないですけどね。ここからあそこにヘディング持っていくのってもうかなりこう筋力いると思いますし、もう2人囲まれてるんですけれども、しっかりボール捉えて枠に飛ばすあたりは技術もありますし、